第三陣が出るには、めっちゃ出てきたじゃないですか。真ん中の鳥を取らなきゃいけない。どうも、素人ら大好きクラブでーす。よいしょー。どうも、素人ら大好きクラブ西久保アナでーす。よろしくお願いしまーす。そして、ナレジングでーす。よろしくお願いします。西久保さん、いつもと違くないですか。何がですか。いやいや、まずさ、違うし、手をそれなんですか。いやいや、ちょっとでっかくしてみました。はい、今こんな感じですよね、うちら。そうなのよ、ちょっと、このご時世でございますから、お家から、はい、はい、今回は動画の方を、ね、収録しております。はい、よろしくお願いいたします。今日は何を。さあ、今回なんですけれども、なんとですね、素人ドラゴン新機能軍団バトルが実装となります。よいしょ、よいしょ。久しぶりじゃないですか、もうこの新機能って。新機能めちゃくちゃ久しぶりなんですよ、ね。結構でかいんでしょ、はい、要素としては。要素として大きい新機能っていう、おそらくウデオンスタジアム以来じゃないですか。うん、そのぐらいに大きい要素が入ると。そうです、そういうことなんですよ。はい、軍団バトルとは一体何なのかっていうのを今日ね、はい、皆さんにご紹介したいと。僕も勉強してきたんでね、いろいろ紹介したいなと。本当ですか。はい、あ、じゃあもうここからはサネシゲさんにお渡しします。はい、こちら軍団バトルとはという感じで、はい、大好きなキャラで軍団を作ろう、閉じている間も誰かと勝手に戦うぞっていうね。あ、なるほど、出た、閉じてる間に戦う、はい、素人ドラゴンじゃないですか。そうなんですよっていう要素が、まあこれ一回フェスの時にね発表されてたんですけど、はい、実際どんなバトルなんだっていうのはまだ全然見たことない人多いと思うんで。そうですね、実際どうなんだっていうところで、はい、これ軍団バトル、もうこれバンと見ましたけど、防衛バトルみたいな感じですね、見た目的には。本当ですね。で、好きなキャラを配置して、はいはい、それで戦わせるっていうようなのが、まあ、ざっくり言うとですけど、ただこのエリアがこう分かれてて、このエリアが何なのか、そう、第1陣、第2陣、第3陣みたいなのを自分で設定できるんですよ。なるほど。そう、今これ全部で一応配置し終わったところなのかな。で、まあ実際どういう風に動くんだっていうのを多分見てもらったら早いんで、 そうですね、それちょっと見せて見ましょうか。バトル、僕がさっき配置した軍団が第一陣が今セットされてる状態ですね。あれ、でもなんか全部は出てないですね。そうなんです、そこがポイントなんですよ。第二陣が出る条件っていうのが、はあはあ、まず自分の第一人で取った時、だからここ見てね、ゴブリンバイクが第1人で取ったらこう第2陣が出る。あ、出てきましたね。出てきた。で、第3陣が出るには真ん中の鳥を取らなきゃいけないんですよ。で、取ったら今最終に入れてたグリフォンが飛んでいくというような、僕は今作戦で。本当だ。やっぱね、防衛ってやっぱりさ、上のライン下のラインって弱かったりするじゃない、弱点で。だから、まあ、ね、そこにグリフォンを流すみたいないやらしいことを今狙ったって感じ。はい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 。これでもあれですね、本当に砦を取らないとキャラ出てこないってことは、だいぶ砦選挙キャラとか。そうなんですよ、西久保さん、重要です。ご存知で、さすが素人ら5年ぐらいやってるだけあるね。強さは伴ってないです、知識だけあるっていう。あ、だからそういう人にもすごいおすすめなの、このモード。え、本当に？だって自分が戦うとか、自分が操作しないんだもん。西久保さんデッキは強いけどさ、腕がいまいちじゃない？え、ちょ、言い過ぎやぞ。だからそういう人にすごいおすすめなんですよ。あ、本当ですか。はい、だからまあそれもう行きましょうか。次、これはセットするとこかな、配置するところで、はい、こう、まあ、全キャラ一気にクリアしたりだとか、砦の配置、はいはいはい、第1砦は自分の好きな位置に決められる。ああ、いろいろこう動かしてますね。そうそうそう、真ん中に。第2砦は固定で、こうキャラがこう1体ずつ消せたりとか、 あのキャラだけ消したいなとかあるじゃん。これ便利やね。そうそう、1つ戻るとか、あのキャラだけ消すとか、全キャラ消すとかっていうのはいろいろできる、はい。あとはこの防衛のルールですね。迎撃タイプは今2種類しか配置できませんで出てるけ ど迎撃ばっかりにしたりとかはできなくて、あと大型も1種類しか置けないというような基本的なルールがあります。
そういうルールとプラスアルファ、あの軍団って3つまでセットできるんですよ。確かにさっき3つありましたね。そう、だから3つまでセットできるんだけど、1回使ったキャラっていうのは他の軍団には入れられないから、強いのに固めすぎちゃダメってことでしょ。そう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 、他の軍団が弱くなっちゃうよってことでしょ。そう、だから切り札みたいなのを同じ軍団ばっかりに入れちゃうと他のが弱くなっちゃったりとかするし、はい、たくさんキャラを持ってる人が有利だったりとか、はい、まあ、そういうことになると思います。リーグで私全然勝てないんですよ。うん、知ってますね。サネシゲさんすごい、私の手札だったら強ピー全然1000超えて1200とか1300いけるよとか言ってくれるんですけど、伴ってないと私のよく俗に言う PS ですか、はい、はい、でもだとしても配置して采配をこう決めるわけでしょ。この鳥で行ったら次こいつ出ていけみたいな。そうそうそう、あんまりバトルはしないけどこう育成を楽しんでますよみたいな人結構いるじゃないですか、白ドラ。いっぱいね、うん、いらっしゃると思いますよ。そういう人たちにもおすすめできる。あー、いい機能じゃん。なんでちょっと、ね、その辺踏まえて一回また違うバトルして見てみます。はい、こちら、これも僕が作った。まあ、種重さん結構守り固いです。迎撃ガチガチの、上下に流されてやっぱ弱いじゃない。だからコングを上下に置いて、はい、チビブルも割とあの雨雲がさ全範囲に行ってくれるから。なるほど。でポイントがあの下に置いたゴブリンね。あいつ出た。これ鳥で選挙キャラ、足も速いから、足も速いし鳥で中央取る。でブラックドラゴンで中央鳥では取らせないっていうまずパターン。で今下のほらゴブリンちょこ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 走ってるでしょ。はい、うわ入れた。 あそこほぼワンパンどんどん入ってんのよ。ワンパンスーパー。あーなるほど。しかもライダーがうまいことそうそうしてないじゃないですか。迎撃でもあそこさなかなか見てくんないじゃん。置いといても大事よこのポイント。だからこういうやらしい攻め方とか結構もうアーチャーが良かったりとかするんだよね。ああいう風にさやられるともう点差負けもあるし、時間も1分ですしね。そうフィールドも狭いというのがあるんで、はい、その辺りを考えた軍団の編成していくのがいいかなと。今ちょっとブラックドラゴンの召喚時の吹き飛ばしだいぶ効いてましたよ。あれいいでしょ。多分あれで中央取りで、まあ先に取られちゃったらブラックドラゴン出てこないんで、だから先に取るキャラと、いかにこうどんだけのその足の速さでまず取りで取って、第二陣が出てきた時にこう、そうそうそう、一気に攻撃やってパッて取れるかと。はい、第二陣を出させないと。あと第二陣、面白いね、なんだろう、その第三陣までセットできるでしょ。はい、だから第三陣は取れないことを想定して、もう第3陣にはセットしないみたいなやり方もあるのよ。あ、なるほど。第1陣だけに全部入れとくとかのもありなわけですよ。戦ったやつは全部リプレイで見れますので、はい、それを見てまたこう調整しようかな、ここのキャラちょっと弱点だったかなみたいなのが楽しめると。なるほど、いう形になっております。いやもうすごいですね、新機能。結構、まあ、がっつり力入ってるみたいなんで、ね、楽しみだと思いますよ。あとここだけの話、お、あるんですか。あるの？報酬とかもやっぱもらえるらしいですよ。報酬、いい報酬。え、これはなんか新たな報酬。いやなんかこあの城の置き換えとか、え、なんかね剣士の置き換えとか、なんかそういうのがまあ噂によると手に入るようになるんじゃないかみたいな。じゃあ西久保さん、軍団バトルのスケジュールちょっとお願いします。はい、というわけでございまして、軍団バトルのスケジュールですね、はい、4月の、24日、はい、4月の24日に、まず一番最初お試しでの軍団の準備、はいはい、軍団をねこう配置する準備が可能になります。なるほど、はい、4月の24日、が予定ですね。そして4月の27日から3日間お試し軍団バトルがスタートします。できるね、そうです、24日から配置したキャラがこう出撃する、はい、はい、出陣する。じゃあその3日間は頭を悩ませてこうどうしようかなっていう期間なわけね。そういうことです。その3日間でまずお試しです。はい、で今現在ですね5月の、中旬頃、5月15日頃にですね、一応正式なオープン予定しているということでございます、はい、これはちょっと私もマタンゴ軍団作らないといけないな。マタンゴ軍団ってマタンゴ1個しか作れないじゃないですか。何がマタンゴ1キャラしか作れないでしょうよ。そうやけど、あれマタンゴってさ、マタンゴ軍団1個できるんでしょ。リーダーにしたやつを名前になるんだよね。あ、なるほどなるほどね。
はい、これのことね、なんだバルーン軍団、エルフ軍団みたいなことね。そうそう、これリーダーにしてるキャラがそういう名前になるんですよね。そうですそうです。 あとこれ説明しなかったけど、はい、ランクってあるの、リーダーランクって今1って出てるでしょ。はい、あれってランクがどんどん、まあ、勝てば上がっていくんだと思うんだけど、はい、あのリーダーのランクが上がっていくと、この軍団バトルのキャラの能力が少し上がるらしい。あ、なるほどね、うん、じゃあ本当にそのキャラクターをリーダーにして、うん、まあ、そのキャラの能力がどんどん上げていくっていうのはすごい。そうそう、ちょっと育成要素もあるじゃないですか。あ、そうなんですよ。だからまあこれリーグとかは全然関係ないですよ。軍団だけの能力が上がるって感じなんで、はい、軍団で使いまくってるキャラは軍団の時強く なるみたいなイメージですかね。なるほど、はい、なんでやり込み要素 もやり込みもあるじゃないですか、はい。この軍団バトルちょっと楽しみだなという方はぜひ高評価ボタン、そしてですね、YouTube の公式、チャンネルの方もチャンネル登録よろしくお願いいたします。こっちでした間違えてる